コミックフェスタ、漫画とアニメが両方楽しめる電子コミックサイト。甘い懲罰、私は監視専用ペット完全版など話題のティーンズラブアニメを配信中だ。コミックフェスタ、俺のエロスをもだえろ。昨日は悪かった。ナドリの気持ち無視して傷つけた。私の方こそ心配してついてきてくれたのに、関係ないなんて言ってごめんなさい。立派に教師やってるカニエ君見てたら、今の自分が情けなくなって、それであんな八つ当たりみたいなこと。ナトリ、学生時代俺に勉強教えてたの覚えてるか？うん、でも私もあんまり勉強できなかったけど。お前、他人のことなのに俺より真剣で笑った。でもそんなナトリ見てたら、そういうのもいいなって思ったんだ。今の俺がいるのはお前のおかげでもあるんだ。だから俺の前で自分のこと悪く言うな。カニエ君。ところでお前、本当に覚えてないのか、あの時のこと。あの時？あ、いや、俺お前に告白したんだけど。ナタリってさ、彼氏とかいんの？そんなのいないよ。私モテないし。俺は好きだけどな、ナトリのこと。カニエ君冗談うまいね。あ、カニエ君すごいすごい、応用問題も全部できてるよ。おう。ごめんなさい。あの頃カニエ君、私とかそんな対象じゃないと思ってたし、すごく普通に言うから、てっきりからかわれたのかと。もういいけどな。あの、もしかして今もだったりする？え、今は昔の話してんだろ。カニエ君、すごい照れてる。どうしよう、かわいい。おい。ちゃんと言ってほしい。今の方が好きだ。なんで泣くんだよ。あれ、ごめん、なんか。もう関係ないとか言うなよ。あと、なんかあったらすぐ俺に言え。やべ、めちゃくちゃ抱きたい。嫌か？嫌じゃないよ。もう終わっちゃうな。終わっちゃう。明日はちゃんと学校来いよ。カニエ君、それって学生に言うセリフだよ。じゃあ明日な。あの、カニエ君。ん？カニエ君の気持ち聞けて、今日はすっごく嬉しかった。私もカニエ君のこと大好き。遅えよ、アホ。テレビアニメ25歳の女子高生ブルーレイと DVD が発売決定。カニエとハラちゃんのラブラブなシーンをリピートできる。買ってくれたら子供には見せられないこと見せてやるよ。ってこれカニエのセリフ。